網の隙間からも狙ってくんだもんな。うん、おろしゃ。袋と味噌汁と米と卵と鮭がついてるとか、牛皿はねえのか、そんな感じでしょ。そうで、キムチとか確実に家で開けらんねえ、どうしよう、しんちゃん助けて、開けらんねえ、やべえ開けらんねえ、なにこれ、もう俺絶対将来ペットボトル開けらんなくて死ぬんだ、ロイオン飲めなくて。そしたら通りすがりの若者に開けて、最近開けらんなくて職場でも開けてもらってるぐらいなんだけど、やばくない？値段のやつ書かなくちゃ。品揃えの差から見るとさ、町田の方がすごそうだもんね。それチケット、うん、もうカバン入れとく、うん、忘れたらなんか笑えないかはえ、こんなんだチケット、うん、本当だ、特別券って書いてあるでしょ。シリアルコードはもらってやってもらったの。ラベルはいいの？二次元コード。よくわかんないです。なんかご利用前に削れって書いてある。本当。まあいいや。別に。そこまでなんか欲しいわけでもないし。ただその国策のポケモンはもう2匹のポケモンゲットしてんでしょ？そういう時に限って残業とかありえるよね。そうなんだよ、そうするとね、辛いよな。そうなんだ、遅いと、うん、6時、7時だったらさ、迎えに来てもらえる時間でまあなんとかなるとして、8時とかだったらさ、非常に寂しい。働くの
れがまだコンパクトだからいける、うん、あんま多いのもやるのかと思っちゃった盛るか。いる？いる。ありがとう。なんで、なんで笑ったの？二つもあったの。これだ。手順さんとかのゲットと5個ぐらいボコボコって出てきた。これ？うん。これ前よね。いや、さすがにだって手突っ込んであげるわけにもいかねえし。これが入るぐらいのサイズのなんかねえかな、カシャカシャ出れるやつ。こんな混んでるのあまりないよな、うん、で毎回
ヨロヘイ、イジュヨロヘイって言うんだ。私マナーモードにしとこう、今のうちに。ああ、まあ、ね、忘れてた。俺もマナーモードにしとこう。かじりギーナー食ってくれたからな。マルカンのこれ買わなくてもいいな今んとこ。これフジなんか最初さ、あのメルカリで買った木、うん、リンゴの木さ、プッて、まあ、プイプイされてたのにさ、ずっと蓋開けて乾燥させた状態、うん、で置いといたら、置いといてなんか最近あげるような、あげたらなんかかじるようになってくれて、やっとじゃあいいやと思って。なんか好みの乾燥具合になったのかもね、あの子のプイってやった、ピッて、ピッてやる。面白いよ、ほんと手でね、人間のようにいらないってやるんだよ、あれ。で、あれをやりすぎると、ピピピピ怒り出す。結構強引だな。やはり行きたかった。止まってる時よりも、インター出す時は分かったのに。そしたら、後ろの人入れてくれたかもしれなかったよね。シネマズは変わんないっていうね。すごいよ。髪の色ちょっと落とそうかな。なんか捕まってんじゃん。間違うかもね。
そのままだよ、変わってない。ここなんかさ、入り口変わったけど、入り口遠くなったぐらい。あ、間違えた、 iPhone そうだった。生チョコガッシュにしようかな、髪の色どっちがいいかな。ヘナチョコガッシュ。うわ、これ変わってないね、ここは。なんかちょっと感動。結構なんかあった気がする。あ、マンって書いてあるし、マジか。え、開かないかな。じゃあ行ってみるか。あ、でも開いてる。あそこ開いてるよね、あれそうだよね。あ、ここ開いてんじゃん、普通。近い方がいいよねってなっちゃうんで。開いてんじゃん。あ、開いてない、検討しちゃいます。開いてないか。あ、え、なにこれ、青なのに開いてない。誰も止まってない。真ん中にするっていう。こんなもんかな。出るときこっちだね、左で。右。あ、ごめんごめん、間違えた、うん、いや、こっちに止まれってあったからさ、うん、ここに止まれってあるのおかしくない、ね、だから今私勘違いしたんだ。じゃあこれ駐車場の人だ、うん、よし、じゃあちょっと行ってきますか。Okay.